京大学農学部広報室長の高橋慎一郎と言います。これから30分、農学への招待、100年後の地球のために何ができるか、一緒に考え研究しませんかというテーマで、農学部の説明をしたいと思います。農学部の紹介ではスライドを利用します。質問などはここに書き込んでいただけると助かります。オープンキャンパスの間、その後しばらくの期間、オープンにしてお答えしたいと思います。過去の質問や回答も掲載中ですので、ご覧ください。今日のメニューですが、農学はなぜ必要か、農学とは何か、そして農学部の教育と研究をご紹介し、最後に農学のミッションを、皆さんにご説明したいと思います。この30分間で考えてほしいメインテーマですが、私たちはこのままの生活を続けていて大丈夫なのかということです。皆さんよくご存知のように、人類は誕生以来、微生物、植物、動物、鉱物など地球上のあらゆるものを利用して生きてきました。この活動は人類の生活を豊かにすると同時に、経済価値を優先した産業開発は、私たちのかけがえのない地球、ワンアースに大きなダメージを与えてきました。さて、ここで皆さんに質問。私たち、このまま生活を続けていって大丈夫でしょうか ?1、大丈夫でしょう。2、まずいでしょう。科学的証拠が十分でない、ちょっとわからないということは3を選んでください。これまでオンラインのオープンキャンパスや高校への出前授業で、延べ600人近くにこの質問をしました。97% の人たちが2を選択しました。皆さんよくご存知のように、グレータさんも地球温暖化によってもたらされるリスクを訴えています。このような結果を見ると、これらは有志祭の意思表明と考えることができるかと思います。第2問ですけども、人間活動のために引き起こされたと考えられる地球上の問題の例を挙げてみましょう。皆さん少し考えてみてください。人間活動のために引き起こされたと考えられる地球上の問題の例ですが、一番大きな原因は人口増加にあります。これを引き金にして、環境の破壊、異常気象、地球温暖化、資源の枯渇や資源多様性、生物の多様性の減少、モノカルチャー化、経済効率使用、産業廃棄物の増加や食品ロス、食料不足や水不足、パンデミックなどが起こってきました。気候変動や感染拡大だけでなくて、非常事態宣言をすべきような現状ですが、2016年に日本政府内閣府が提唱しているソサイティ 5.0 では、いまだに人間中心の社会というのを考えています。解決策の実施は待ったなしなのですが、人類は現在の生活を捨てることができないということは明らかです。ソサイティ 5.0 までの歩みを示したのがこの図です。ソサイティ 1.0、2.0 はまさに農学で、農学が科学的な農業生産を実現し、爆発的な人口増加を支えてきました。そしてソサイティ 3.0、工学がこの生活力を基礎に、資源を利用したその時の社会のニーズに合った便利な生活を提供する。と同時に大量生産、大量消費という資本主義社会を発展させてきました。そしてソサイティ 4.0 は情報の社会と言われており、さらにソサイティ 5.0 は私はサービスの社会ではないかと考えています。農林水産業は暮らしを支える当たり前の産業構造であるために、存在の重要性が十分に認知されず、経済変調の社会に迎合して
地球に大きな負荷をかけてきてしまいました。一方、工業、商業、情報など、その時の短期的に人類のニーズを解決するための理的な手段では、リアルな農林水産業の仕組みを維持できないということは明らかです。生命の根本を支えるような第一産業の再生が人類の生存には必須だということが言えるかと思います。すべての人間活動は地球の存在が前提です。ですので私どもはソサイティ 5.0 を超えるような地球のことを考える社会、ソサイティ X の実現を目指します。人類の衣食住、健康を多方面から支えてきた学問領域である農学では、その解決策の多くのシーズを抱えています。これらを利用した持続可能で環境調和型の科学技術の確立というのが喫緊の課題となっているわけです。さて、それでは農学とは何でしょうか。農学とは有限な資源を前提として人類の安定した生存と心地よい生活に貢献するような実学、応用的な学問、まあ、いわば暮らしの科学と言えるかと思います。これには少々私の意見が入っています。研究対象は生物が生息している空間、生物が関係する事象はすべて、研究レベルは原子分子のレベルから細胞組織個体レベル、そして個体群から生態系地球レベルに至ります。研究手法としては生物科学はもちろんのこと、物理学、地学、数学などの自然科学のみならず、社会学、経済学、そして人文学に至るまでの総合実践科学的な手法を持っています。ここに研究の具体例を挙げました。生物が関係する現象や事象の解析、メカニズムの解明というのは多くの学部の生命科学との共通点と言えるかと思います。しかし農学部の特徴は研究成果の応用にあります。ゴールの一つが現場での利用ということになります。この点が他の学部の生命科学との相違点かと思います。自然を制圧する学問というよりは、自然のからくりを明らかにして、それを利用する、まあ、自然から見るとやや身勝手な方向性を持つ科学と言えるかと思います。農学のキーワードですが、先ほど申し上げたように、生物を対象にしていますので、微生物、植物、動物などが挙げられます。この他にウイルスなども、研究の対象になっています。水権、森林、そして環境整備や環境保全、生態系や生物多様性、生物材料、衣食住、健康、医薬、社会実装、情報科学にビッグデータ、ICT、社会学、経済学、政策、そして国際協力。その他に、最近私たちが力を入れている地球医、育成などが、キーワードになります。農学の構造ですが、微生物、植物、動物、そして、獣医学などを中心にした応用生物科学を、基礎として、これを場所で分ける、例えば水圏、あるいは森林圏で起こること、また、この生物たちを使った、バイオマス科学や、食科学、そして、この生物や地球の立場から見た、考え科学と、それから人間活動の立場から見た科学、これを、総合した学問分野と言えると思います。研究手法としては、生物、科学、物理はもちろんの、数理学的な手法や社会学、経済学的手法、人文学的手法を取り入れています。農学はいわゆる農業という第一産業だけでなく、このような広い学問領域をカバーしているということが皆さんご存知だったかどうかという質問なんですけども、どうでしょうか。皆さんのお持ちの農学に対する印象が、だいぶ変わったのではないかと期待しています。それでは農学部の教育と研究についてご紹介したいと思います。
まず大学に入る前にぜひ皆さんに知っておいてほしいことというのがあります。これは高校までの授業と大学の講義の違いです。授業は習うという受動的な姿勢ですが、講義は学ぶという能動的な姿勢が重要になります。まあ、大学では、教員が自分が学びたいことを見つけるためのきっかけを皆さんに与えるということになります。これを私たちは教育のコペルニクス的展開と呼んでいるんですけども、今まで、待っていれば、教えてもらえたという習うという姿勢から、自分が動かないと新しいものは見つけることができないという地動説への展開となります。駒場のキャンパスでは、農学の教魅力と、重要性を広く知るという科目が、教養学部の1年次、2年次に用意されています。その後、東京大学農学部の、どこかの専修を選んでいただくことになりますが、現在3課程14専修があります。農学部の2年次学部課程専修教育では農学の基礎を、広く学ぶということになります。これらの授業は主に弥生キャンパスで開講されています。そして3年次になると、いよいよ農学の課程専修の専門を学ぶことになります。特に実習、実験、演習などを集中的に実施し、実学の特徴というのがここに現れています。例えば、学生実験であったり、あるいは浜名湖での臨海実習、演習林でのフィールド調査や牧場実習、そして海外での聞き取り調査や農場での田植え実習などなどです。4年次になると専門性を生かして自己啓発と課題解決力を養うということで卒業研究を行います。同時にインターンシップや地域活動、国際交流プログラムへの参加や主体的に学んで専門を深めるための展開科目が用意されています。これは東京大学のキャンパスマップですが、農学部は弥生キャンパスというところに多くの研究室があります。これは弥生キャンパスを、取り出したものですが、こちらから見ますとこういう感じで見えます。多くの、木々があるというのがわかるかなと思います。特にこの部分には、圃場といって実験のための、農場が用意されています。景観はこういう感じです。で、この建物の上には自動的に温度や光を、コントロールできるという実験施設が、備えられています。農学部の教育の場は弥生キャンパスだけではありません。例えば、生態調和農学機構、まあ、農場とか水産実験所といったような場所は、田梨や浜松にあります。また全国各地に演習林、あるいは大気海洋研究所のは柏のキャンパスにありますし、牧場、あるいは放射線育種場共同利用施設なども、農学部の教育の場となっています。卒業後の進路ですが、多くの学生さんは進学するというのがわかるかと思います。しかし、十分な数の、就職も就職する学生さんもいます。実際どういうところに就職かというのがこの図になります。具体的な、就職先の例ですけども、ここに純不動で示しました。まあ、先週によって傾向も異なりますし、年度による変動もあります。農学部ではどのような研究をしているのでしょうか。大学院に行きますと、世界レベルの研究を進め、多様な課題に取り組む、専門的な力を養うということで、研究生活が始まります。農学生命科学研究科を構成しているのは、この12専攻になり、学生さんたちはこのどこかの専攻に、所属して
研究を行うことになります。実際どのような研究が行われているのかということを知りたいときには、農学部のホームページのこのトピックスというところをクリックしてください。しますと、今までどのような研究が行われてきたかということが、分かるようになっています。また、ホームページのこの広報誌やよいというところをクリックしますと、これまで広報室が作った、機関誌が、見ることができます。これ最初なんですけども、バックナンバーもクリックすると読むことができます。次号は強制するというタイトルで、9月末に発行の予定になっています。ここには、これまで弥生が取り上げたテーマというのを、ここに挙げてあります。これを見ていただくと分かるように、農学の研究の広さ、それから深さを実感していただけるのではないかと思います。また、農学公開セミナーというところをクリックしますと、今行われている農学部のオンライン公開セミナーなどを見ることができます。5月21日には食品ロスについて考えるというところでテーマで500名ほどの皆さんが参加してくださいました。新型コロナウイルスのために直近5回はオンラインで開催してきました。しかしそれまでは57回にわたって年に2回、公開セミナーを行ってきています。ここにありますように、動画や、用紙を見ることができますので、ぜひ、ご覧になってください。次回は10月に開催の予定で、可能ならばハイブリッド開催をしたいと考えています。これを見ていただくと、農学研究というのが人類の生活にいかに役立っているかというのが分かっていただけるかと思います。さて、大学院修士課程を修了しますと、どのような進路があるかというのが、ここに示した図になります。進学する学生もいますが、就職する学生も数多くいます。これがどのようなところに就職したかという図になりますが、具体的には、ここに挙げたような就職先に就職をしています。黒色は修士課程、赤色が博士課程の学生の就職先になります。農学部のキーワードと主な就職先というのを、比較してみました。主な就職先は食品醸造学系の産業や製薬産業、健康産業、エネルギー産業、生態系サービスや IT 関係、省庁、金融業、商社、コンサルティング会社や、国際協力機関、大学研究機関など、まあ、広範な就職先であるということがお分かりになるかと思います。最後に農学部のミッションについて、お話したいと思います。我々は最近内ワンアースガーディアンズ育成プログラムというのを開始しました。このプログラムでは俯瞰的に地球の問題を捉え、統合的に解決する科学者の集団を養成するということが目的になっています。私たちは100年後の地球に何ができるかということで始まった教育プログラムですが、この目的は人を含めた地球上の生物共存共生のため、人の生活活動をつけながら、これまで人が地球上の資源を利用することで起こしてきた問題を俯瞰的に洗い出して、科学的な解決を研究、解決を実践していくような科学者の集団、ネットワークになるんですけども、これを我々はワンアースガーディアンズと呼んでいます。この科学者の集団なので、わざわざ複数の S を残しています。で、この科学者の集団は年代、国境を越えた活動を通して、社会を経済価値、偏重主義から自然や地球を資本と思うという主義へとパラダイムシフトしていくというのが目的になっています。これまで農学部では、大学院ではスペシャリスト、学部ではジェネラリストを育てるという方針で来ました。
しかし、ワンスガーディアンズ育成プログラムでは、広い専門分野を持ちながら深い専門性を持つという、人物像を、描いて、教育を行っています。このためには、深い専門性を持った仲間たちがお互いの裾野を、重ね合わせることによって広い視野を持つような集団になるということで、このワースガーディアンズ育成機構やオフィスがこのようなアレンジをするということで、この人物像の、育成というのを、実現させています。実際には教育の過程では、企業などの現場に、実際に出て、そこで問題を、課題を見つけ、その課題の解決を提案しながら皆さんを巻き込んで、実際にそれを実現していくというような教育を行っています。この教育にはワンスガーディアンズ育成機構という、機構が関わっておりまして、2名の URA、1名の事務担当、そして東大の障害の方々や50名ほどの教員が協力しています。一方、企業としては50社ほどの企業や財、産省、それから国内外の大学などが協力してこのオフィスを、運営しています。現在我々が進めているのは、ここから研究のシーズを提供してもらって、これを共同研究として育って新産業を創出するということを目指して、教育と研究の連携を実現しようとしています。本プログラムでは大学基礎研究と企業の応用研究のギャップを埋めながら、人材およびテーマなどを行き来させることによって実学を推進することを目指しています。学生が社会の現場を体験して何が課題となっているかを知ることができるわけです。このプログラムを推進して分かってきたことですが、この農学領域では解決しなければいけない対立する価値観というのがたくさんあるということが分かってきました。例えば実験室で、実現したことは必ずしも社会現場では、実装できないとか、学術的研究は応用的研究とは距離があるとか、経験則は分かるけれどもこれには科学的エビデンスがないとか、専門的知識と俯瞰的観点というのは対立するとか、広く生活を支える実学というのは人類の生存のためにはとても重要なサイエンスだということを我々は、社会に認めていただければいけないと考えています。その他にもたくさんの、対立する価値観というのがこう分かってきました。一番典型的なのは毎日の生活と100年後の生活なんですけども、100年後はこうでなければいけないということが実は今日明日のことで、なんとか実現しなきゃいけないってなると、今日明日はなんとか今のままやらせてほしいっていうような対立構図ができます。次世代のためには科学の力を用いてこの対立する価値観の融和や両立を図らなければならない。これは二項同体化と呼んでるんですけども、これを実現する必要があるということが分かってきました。学生たちは科学的証拠に基づいてこの10年間に方向転換をしなければいけないこととして、環境、食、健康、エネルギー、そして材料を挙げています。多項の同体化を実現するためには、今の技術を行き渡らせるだけではなくて革新的な技術を開発したり、自然との調和を図るということが非常に重要だということが分かってきました。履修生たちの結論としては、量から質への新しい価値観を創造する必要があると。今まで大量生産大量消費で経済資本主義ということを、前面に出してきたわけですけども、むしろ、利権益だけではなくてもっと大事なもの、例えば生活のようなものを、上げていくということを我々は考えなければいけないのではないかという結論に達しつつあります。さて、私たちが将来の人類のために生活を変えていくとすると何がきっかけになるかというような質問を、高校の出前授業で、聞いてきました。驚いたことに、個人の意思という学生さんが非常に多い、生徒さんが非常に多いということが分かります。
これはボトムアップ的な活動が重要であるということを示していると思うんですけども、同時にトップダウン的な仕組みとうまく組み合わせることで、生活を変えていくというきっかけにしていく必要があるというふうに考えています。3.5% ルールという、ルールがあるんですけども、これは国民の 3.5% が、賛成すれば、国を変えられるっていうようなルールなんですけども、ボトムアップな活動の重要性を示しているかと思います。このワースガーディアンズ育成プログラムのホームページは、地球儀と Google で引いていただければ、飛ぶことができます。オープンキャンパス企画もしていますので、ぜひ興味がありましたらご参加ください。さて、この30分間で考えてほしかったメインテーマですけども、私たちは人が生物界を支配していると考えている方も多いかと思います。でも実は、人は最も弱い生物で、もし、支えてくれる、生物たちがいなくなったら地球から一番最初にキックアウトされる可能性があります。私たちの生活活動を続けながら利用している地球の資産をペイバックしていくという方法を探さなければならないということになるかと思います。言い換えれば、地球は大家さんで人類は店子ですので、ちゃんと家賃を払っていかなければいけないということになるんだと思います。これを可能にするためには、科学の力を用いて、対立する価値観の融和や両立が必要だというふうに私たちは考えています。農学としてはこの人類の存亡をかけて、この実現に取り組んでいきたいというふうに考えています。さあ、農学のこれからのミッションは何でしょうか。皆さんよくご存知のように、今の地球の危機的な状況において国連ではこの持続可能な開発目標というのを設定しました。人を含めた生物の共存共生のためには、かつて地球上の生物資源を利用することで起こした問題点を俯瞰的に洗い出して、人類の生活のレベルを維持しながらこれらの問題を科学の力で解決していくということが、言い換えると SDGs の実現なんですけども、これが農学の使命と言えるかと思います。衣食住健康、食や材料、エネルギー、環境の関わる農林水産業という人類に必須でありながらあまり目立たない当たり前の産業構造を、教育や研究で得られた科学的エビデンスを基礎にした仕組みで再構築するということが、私たちの農学、ひいては人類の緊急のタスクと言えるのではないでしょうか。ここで最後に皆さんへの質問になるんですけども、農学は人類の未来のために必要だと思われるでしょうか。農学部のファンになってくれたのだと大変嬉しいです。地球上の生のために私たちができることをしませんか、ということで30分お話しさせていただきました。農学部の教員構成員は、まず皆さんに人類の生存のために必要なこれまでの知識を整理して提供します。これを使って問題を探し、考え、研究するお手伝いをしながら、皆さんが次の世代のためにこれをなすべきと結論したことを実現するための活動を全面的にサポートしたいと考えています。皆さんが我々の仲間に加わってくれるのをお待ちしています。農学部では PV を作りました。ぜひ、ご覧になっていただけると幸いです。さて、ここから、農学部のオープンキャンパスについて少々、ご紹介したいと思います。この、ホームページの高校生の方というところをクリックしますと、オープンキャンパスの、説明のページに、飛ぶことができます。ここをクリックしますと、このようなページになって、2022年8月3日から4日、すべてオンライン配信するという情報が得られます。実際には、オンデマンドとして模擬授業、魚の性の話や、フェロモンの話、あるいは木で都市を作ろうみたいな話を模擬授業として行うことになっています。
これは期間内いつでもご覧になれます。また講演会としては8月4日の午前中に、農学系女子最前線ということで、農学部って何を学ぶところで卒業後はどんな仕事に就くのかということを社会や研究の分野で活躍中の農学部の OG が、皆さんに、ご説明をするという講演会を予定しています。また午後には農学の枠を超えていく、地球になろうということで先ほどご説明したワンアースガーディアンズの、講演説明会を行うことになっています。興味のある方はぜひご参加ください。この他にミニ説明会、相談会というのを予定しています。ここでは私たちのキャンパススタイル、ワタキャンという愛称で呼ばれていますが、この、いろいろな専修が、コースが、どんな教育をしているかということを学生さんを中心に、説明をしたり、相談に乗ったりするという、企画になっています。それぞれの時間にアクセスしていただきますと、いろいろな先週に、の話が聞けるということになります。参加方法についても、ホームページに、載っておりますので、ぜひ参考にしてください。オープンキャンパス参加前にぜひ整えておいてほしいというのは、最初にご説明したことなんですけども、ぜひ皆さん学ぶという能動的な姿勢で参加してください。自分が学びたいことを見つけるために、このオープンキャンパスに参加してほしいということになります。最後ですけども、実はジョン・F・ケネディが、キューバ危機の半年後に、アメリカン大学で、このような演説をしています。我々はこんな地球という小さいプラネットに住んでいる。みんな住んでいる。みんな同じ空気を吸い、次の世代の幸せを願っている。そして私たちはみんな死んでいくのだ。というようなことを言ってるんですけども、これはキューバ危機で、ソ連とアメリカが核戦争をするかもしれないっていう、危機を乗り越えたときに、ケネディが語ったことですが、実は我々人類はあまり成長してないっていうのは皆さん、ロシアとウクライナの問題を見ればわかると思います。でも実は人類は戦争などしている場合ではないっていう、危機的状況であるっていうことが今日お話したことでお分かりになったかと思います。ぜひ100年後の地球のために、農学部に変わりませんかというのが私の、最後のメッセージになります。最後までお付き合いありがとうございました。コメントや質問は、スライドという、ウェブで、42966という、ナンバーを入れていただければ、農学部のページに飛びます。あるいはこの QR コードでアクセスしていただければと思います。今日はありがとうございました。